皆さんこんにちは。海の始まりで知られる天才子役である泉谷星菜さん。今回は泉谷星菜の大物母親の正体と隠された本当の国籍や財の年収と妹の現在について紹介します。まずは渡瀬恒彦の履歴とプロフィールから紹介します。泉谷星菜さんの出身地は神奈川県、両親は関西出身ということですが、仕事の関係で神奈川で暮らしているのかもしれません。関西出身の両親は家庭内では関西弁を使っているとか、家族の中で唯一標準語で話すのは長女の泉谷星菜さんだけなんだそうです。そんな泉谷星菜さんは2024年4月に小学校へ入学。インスタにはキャメルのランドセルを背負った可愛らしい写真がアップされていました。泉谷星菜さんは1歳の時には子役として赤ちゃん役でテレビ出演しています。2024年7月からスタートするフジテレビ界の始まりでは目黒蓮さんの娘を演じるそうです。オーディションを経て解約に抜擢された泉谷星菜さんは次のようにコメント。海ちゃんになれると聞いてとっても嬉しい気持ちになりました。どうしてもやりたかった役なので、オーディションの前に実際に海に行って海ちゃんの気持ちを想像したりと頑張ったので、海ちゃん役が決まったことがすごくすっごく嬉しく幸せです。お芝居することが大好きなので、海ちゃん役でいっぱいお芝居できることが嬉しくてこれから楽しみです。海ちゃんの気持ちになってみんなに感動してもらえるお芝居をしたいです。ぜひ皆さん見てください。プロ意識が高いコメント。とても6歳とは思えませんね。最も注目を集める子役泉谷星菜さんの活躍から目が離せませんね。様々な作品で活躍している人気子役の泉谷星菜さん、可愛いだけでなく大人顔負けの演技力にも定評がありますよね。2024年7月からスタートするドラマ界の始まりにて目黒蓮さんの娘界役を演じることが決まった泉谷星菜さん。目がパッチリで可愛らしいビジュアルからハーフの噂もありますが、ハーフではありません。人気子役として様々な作品で活躍中の泉谷星菜さんはどんな家族の下で育ったのでしょうか。調べてみたところ、泉谷星菜さんの家族構成は次の通り。父親、母親、泉谷星菜、妹、4人家族であることが分かりました。超美形といった噂もある泉谷星菜さんの家族、ご両親や妹さんのお顔が気になりますね。泉谷星菜さんの母親の名前は泉谷優希さんです。実は母親の泉谷優希さんは26歳の時ミスユニバースジャパン2015和歌山代表に選ばれた経歴があります。当時は旧姓である森田優希さん名義で参加していました。身長168センチという抜群のスタイルが目を引きますね。そのコンテストでファイナリストに選ばれたわけですから、泉谷星菜さんの母親である優希さんは人間力が豊かな女性ということがわかりますね。泉谷星菜さんの母親泉谷優希さんは和歌山県の出身です。和歌山県内にあるアイラッシュサロンブランクというサロンのインスタには優希さんの目元のアップ写真が投稿されています。パッチリとした目が印象的。ミスユニバース当時の泉谷優希さんは金融関係で営業職として働いていたようです。ミスユニバースをきっかけにモデル活動を始めた泉谷優希さんはクラウドキャスティングというサイトに登録し、モデルやタレントとして活動していました。しかし、2024年現在は登録を削除しているようです。人気子役である娘のサポートに回るため、現在はモデル業を休業して専業主婦をされているかもしれませんね。母親の泉谷優希は人見知りのない、人前でも明るい子になってほしいとの思いから、娘である泉谷星菜さんを子役事務所に入所させたそうです。泉谷星菜さんの父親について調べたところ、一般人のため名前や職業顔写真などは一切公表されていません。ですが母親の泉谷優希さんは和歌山県出身で、父親も同じく関西出身ということは分かっています。また優希さんの前職は金融関係の営業職、そのため父親も同業者の噂もありますが、ご両親の馴れ初めや出会いについては不明です。実は泉谷星菜さんを検索すると有吉さんに似てるという声が聞こえてきます。どうやら有吉弘行さんの幼少期と泉谷星菜さんのお顔がそっくりなのだとか。確かに
丸みを帯びたおでこや大きな目次の形も似てますね。戦術したように母親の泉谷優希さんは超美人ですよね。ただ娘の聖奈さんとはあまり似てないようにも見えます。ひょっとすると泉谷聖奈さんは父親父なのかもしれません。ということは父親は有吉弘行さんに、いずれにしてもこれだけ可愛い泉谷聖奈さんの父親ですから、お父様もイケメンなのは間違いですよね。泉谷聖奈さんには3歳下の妹さんが1人います。しかし妹の名前など詳しい情報は公表されていません。妹さんが赤ちゃんの頃の写真です。妹も目がパッチリで可愛いですね。姉妹揃って可愛いですよね。泉谷聖奈さんは2024年現在6歳ですので、妹さんの年齢は3歳です。妹さんも子役をやっているのかどうか調べたところ、子役としての活動は確認されていません。これだけ可愛い妹さんですから、ひょっとすると姉妹揃って芸能活動なんて日が来るかもしれませんね。子役として活動するにはそれなりの費用が必要となることが分かりました。では子役としてドラマに出ると出演料はいくらくらい支払われるのでしょうか。知名度や人気、仕事の内容や出演期間によってもらえる金額は大きく変わってきますが、サブキャストとして出演する場合は1万円3万円程度、エキストラの場合は5000円程度支払われます。ドラマにメインで出演した場合、1話出演で5万円ほど、1クール出演で30から50万円ほどになるようです。ただし NHK の場合は1話2万円ほど、1クールに14万円ほどのようです。ただし子役の知名度や人気によってもらえる金額も高くなってくるようです。人気のある子役の場合、月収が100万円以上になることも珍しくないようです。ここでは泉谷聖奈ちゃんの年収や月収がいくらくらいなのかを先に参考としたサイトなどを元に予想してみました。泉谷聖奈ちゃんの年収は100万円以上、月収に換算すると約8から9万円ほど。昨年はドラマ CM 雑誌と様々なメディアに出演しました。ドラマはメインでの出演はなく、主演俳優の幼少期役や1話だけの出演などでした。しかし子供向け雑誌のメインを務め、 CM でもメインを務めるなど精力的に活動されていました。今年は昨年以上にメディア出演が増えています。さらに7月スタートのガツキュードラ会の始まりでは、スノーマンの目黒蓮さんの娘役で出演することで世間の注目を浴びています。今年の年収はさらに増えることになるでしょう。過去有名子役の中には年収1億円以上稼ぐ子もいました。今勢いのある聖奈ちゃんもこれからもっと多くのメディア出演は果たして予想以上に稼ぐことになるでしょう。ここでは子役を育てるのにいくらくらいかかるのか、子役を育成する費用を調査してみました。子役やキッズモデルとして活躍する子供も増えてきてるように思います。子供を芸能界に入れたいと思う親だけでなく、子供自身が自ら芸能界デビューしたいという場合もあります。まず子役として活動するために事務所のオーディションを受けます。オーディションの費用に関してはほとんどの事務所は無料で受けることができます。その一方で子役事務所への入所費用、年会費やレッスン料に費用がかかってきます。入所費用は事務所により異なっていますが、約3万円15万円以上です。中には特待生制度などによって減額や免除というものもあるようです。レッスン料は事務所が行うレッスンを受ける際に支払う費用のことです。毎月約3万円5万円程度必要となってきます。レッスン費用はレッスンの頻度や内容によっても異なります。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。